なんか子供と外食してもつまんなくないですか？私だけかな。なんかあんまり子供と2人でなんかランチとかしてもなんかこう腹を満たすだけの時間になっちゃって、これ多分男の子なのだからかな、会話がないからかな。なんか私その食事するときは食事しかしないし、子供はなんだろう、食べながら喋るとかできないし、で喋るんだったら車とか乗った時の方が深く話したり、多分ラベンダーさんのとこもそうかなと。ずーっと喋ってません？ずーっと喋ってる、本当に。本当にずっと喋ってて、義理の母にもいまだにずっと喋ってんのかって聞かれて。いや、この間もあったかと思うけどずっと喋ってます、常に。いや、なんか喋んないわけじゃないんですよ、別に黙ってるわけじゃない。ただ、なんだろう、弾まないっていうのかな。広がらないっていうのかな。で、こっちが広げてあげなきゃいけない。あ、でも投げかけは今日学校でこういうことあってねみたいな。じゃあ学校でどうだった？楽しかった。給食何出たの？美味しかったみたいな。一緒。男子。それで、そうするとこっちが気使って、もうちょっと会話が広がるようにね、じゃあどうだったのよ、給食って何食べたの、パンだったの、ご飯だったの。その子供のご飯がパンかご飯かなんか別に気になってないし、こっちは。だって書いてあるし、それ。なんかそんな会話をなんかするぐらいだったらもう別にいいというか。そのなんだ、食べ終わったら行こうとか言われちゃうし、でもこっちは別に外国がしたくて行ってるっていうよりは子供との会話をなんかこう、話したくて行ってんのに食べ終わってすぐ行こうとか言われると、もう二度とランチなんかしない。メインがもうご飯を食べるにきっと会話するじゃない、コミュニケーションじゃないんですよね。腹を満たしに行ってるだけみたいな。サラリーマンのランチと OL までなんかこうなんか女性とか。なんかこう喋るしかやることがない空間にいてくれた方が喋ってくれる。だから運転中とかって、その座ってるしかやることがないから、そういう時の方がむしろ喋ってくれる。だからなんか私その車を買って。その初めて子供と車の中で一緒に過ごすっていう体験をして、一番車の中がいろんなことを教えてくれる。何か話が聞きたい、落ち込んでるな、どうしたのかなと思ったら多分ドライブとか今連れてくれて、その方が結構喋ってくれる。だから食べると喋るみたいなの一緒にしちゃダメなんだなって。それでも大人の男の人もね、よく言われますよね。